きますよ、はい、よーい、はい、ドン。絶対後悔させないから。もう素敵です。帰りたい。いや、もう後悔しか残らないと思います、僕帰った後。よろしくお願いいたします。ですね、僕最初お話しいただいた時は少女漫画の主人公っていうことで、もうかっこよくいなきゃいけないんだなっていうことで、すごくプレッシャーがあったんですけれども、実際こう箕原慶吾っていう役を軸として、あの作品を見させてもらった時に、すごく人間らしさというか、あの等身大の高校生の部分をすごく感じたので、でそこをすごく意識してもう役として生きようっていうふうに思いましたし、なんといっても監督がですね、あの撮影の時に、なんかかっこよくしようとかあんまり思わなくていいよって、私たちがかっこよく撮るのが仕事だからって言ってくださったんですよ。だからそれを聞いて、なんかプレッシャーとかがなくなって、肩の荷が下りて演じられました。じゃあ変にかっこよくとかもう全然意識せずにナチュラルに。そうですね、だと思ってたんですけど、あの決めるところは決めてって言われてたんですけど。だからそういうメリハリをしっかりつけて演じることを意識しましたね。キュンキュンなシーンがいっぱいあったと思うんですが、あれは葦人さん演じててどんなお気持ちでした？そうですね、結構現場でも、次キスシーンだぞとか、次壁ドンだぞみたいな空気は流れるんですけど、僕がすごく意識してたのは、あの見てる方々がそれを見てこう、なんだろう、何も違和感のないようにやることをすごく意識して演じてたので、実際演じてる時はなんかそれをどうこうっていうのはなかったんですけど、あの壁ドンの時はやっぱりちょっとね、あのずっと爆笑してるんですよ、僕の顔見ながら。ごめんなさい、違う、撮影中に。違います、違う。なんか吉根さんどんな気持ちだったんですか？なんかあまりにもナチュラルにやるんですよ。だからなんか監督とも日常生活でやってるんじゃないかっていう。やってません。ほらもうこれ書かないでください、これは記事に。やってませんから、カメドンは。普段はやってませんから。それぐらい本当にナチュラルだったので、ごめんなさい、笑っちゃいましたね。もう爆笑してたもんね。すいません。いや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 、でも確かに自然でしたね。だって僕あの顎食いってあったじゃないですか、あれ実際あの原作には顎食いはなくて、なあの実際じゃあこれからリハーサル始めますっていう時に監督に、志尊くんちょっと顎食いをやってほしいんだって言われたんですよ。あ、直前で言われたんだ、はい、私すごい覚えてますよそれ。顎食いっていうものを知らなくて、すごい、何ですかって聞いたら、顎をクイッとするんですって言われたんです、チューをする前に。じゃあとにかくやってみますって言って、はいはい、あのやったらやり方が間違ってて、僕こう顎をこうつまんであげてたみたいで、私顎のお肉がつまれてこうやってあげてなんか持ち上げてるみたいな、したらやり方違うからって言われて。そうですね、はい。